期間のアドバイスは効果的面だ阪神・大竹幸太郎投手28が嬉しい今季に照明を上げた初回から走者を背負う展開1点リードで迎えた2回には5番細川6番山本の連打で先制を許すと続く神林にも右前的地打を浴びてこの回2点を失っただが直後に打線が大爆発 打撃コーチの水口さんが気合い入った顔で、打てという感じだったので、絶対ヒット打ってやると思ったという大竹は、2回虫し満塁から同点的時内野安打を放ち、見事にジェーンを見せた。さらに近本の義比、森下、佐藤輝の敵地だなどでこの回7点の援護をもらった。大量援護をプレゼントされて流れに乗った左腕は、 3回以降、わずか2安打に抑えて追加点を与えず、岡田監督に3回からもっと遊んで投げろと言われて、打者の皆さんもたくさん点を取ってくれたので、遊び心を持って楽に投げることができましたと笑顔で振り返った。前回の中日戦、13日、バンテリンでは5回まで好投を続けたが、6回に突如崩壊。4失点で苦い黒星を喫したが、 この日は7回8安打を打たれながらも、要所を締める投球を見せた。はじめは自分との勝負というベクトルが多かった。でも、途中から切り替えて、打者を抑えるために投げなきゃとなったのは、いい感覚だと思う。次もできるようしていきたい、と表情を引き締めた。岡田監督も、大竹はそんな直球、速くないからね。力勝負にしてもね、やっぱり自分の持ち味というか、 特徴を生かさないといけないからねもっと遊べと安藤コーチから伝えてもらったんですよねと説明し7回まで行ってくれたので十分ですよねと称えた